内山伝説プレゼンツ里子の IH クッキングショーの始まりです。この番組は私石井里子が安全で高性能な IH クッキングヒーターを使ってさまざまな料理に挑戦する料理番組です。さて第30回の本日はおからパウダーを使ったヘルシーお好み焼きに挑戦したいと思います。さあ今日はね、一人でゆるゆるとやっていきますので、早速どうぞ。それでは材料です、今回はコンビニやスーパーなどで簡単に手に入るものをご用意しました。このキャベツミックスで、そうなんです、キャベツミックスと千切りキャベツを今日は作ってみました。こっちに人参とかも入って彩りも綺麗かなって思ったので今日は2種類用意しました。そしてもやしと卵と豚バラ薄切り、そしておからパウダーに、おから辺はトッピングなのでお好みになります。青のり、こちらかつお、生姜、はい、それではこれを混ぜて早速焼いてみたいと思います。それではもやしを軽く洗って水を切ったのを、ちょっとこれだと長くて食べづらいので適当な半分ぐらい、あ、3等分ぐらいザクザク切っていきます。できるだけ今回はそのサッと作れるっていうのをご紹介してますので、結構夜食とかちょっと小腹空いたなって時とかに作ってみてください。混ぜていきます。豚バラスライスも今日はちょっと長かったので半分ぐらいの大きさにしたいと思います。ここですね、一気にいっちゃいます。おりゃ、はい、切れました。それでは混ぜていきたいと思います。まずおからパウダーなんですけれども、今日はだいたい3枚分ぐらいの分量を目安に作っております。大さじがなかったので計量カップで測りました。ちょっと正式に何グラムとは言えないんですけど、だいたい50グラムぐらいを目安に作っていきます。あとは混ぜてその粘り気で判断していきたいと思います。で、卵がだいたい1枚につき2個あったので6個ですね。多いな多いな。ちょっと5個でやってみたいと思います。よいしょ。間にならないように気をつけながら混ぜます。で、今現段階ではダマばっかりです。よいしょ。さあ、それではダマも少しなくなったのでキャベツを入れていきたいと思います。ドーン、結構こういう失敗あるあるですよねこっちも失敗しちゃったな、けれど、あ、よいしょ。さあ、もりもりキャベツが入りました。あー、大惨事。すいません、キャベツさん、これはちょっと外にあるプランターに肥料として使いたいと思います。で混ぜていきます。あれ、今日もやしもやし入るかな、もういっか。よいしょ。今こんな感じでキャベツが圧倒的な勝利をしていますが、ちょっと混ぜていくうちにしんなりとしてきますので、根気よく、言ってもそんなに時間はかからないんですけど、混ぜてみてください。さあ、もやしも入れて混ぜました。こんな感じです、皆さん。
あともやしがちょっと多かったので一袋入りきらなかったです。なので調節してみてください。さあこうなったらいよいよ焼いていきたいと思います。それでは焼いていきたいと思います。今日はちょっと小さめの鍋フライパンを使っています。はい、サラダ油をひいたフライパンに、野菜たっぷりの、でこれで片面を焼いていきます。込んじゃったけど大丈夫です。それでは片面このようにちょっとスルスルとひっくり返せそうなので豚肉を入れていきます。豚肉を炒めます。2枚ぐらいで、この後ひっくり返します。頑張ってみよう。よいしょ、ほっ、おー、できました。綺麗にひっくり返しました。完成です。さあ完成しました。今日はヘルシーにもやしとキャベツを使って、あとガラパウダーも使ってます。で、あとソースも少なめに控えめにしてカロリーダウンも測っております。マーの作り、うわー、
あとほらあのトゲトゲのあのあれですよ、ウニじゃなくて。あははは、栗。栗。はい。で、まあ海の方行ったらあれですよね。サンダースですね。確かに。秋のそのおいしいのをなんか使って、はい。さとこさんに考えてもらえると嬉しいな。はい。かしこまりました。じゃあ次回は秋の味覚を使った美味しいお料理を。はい。はい。かしこまりました。ということでよろしくお願いします。はい。考えておきます。はい。それでは次回もお楽しみに。